きげんよう、トッポドです。今回はレインボーフレンズの世界にやってきました。ブルーが歓迎してくれてるね。おお、あれさっきソニックのレインボーフレンズいたけど、あれ君がなってたのかな。いやこんにちは、僕の名前はカツオです。まあ、そんなことは置いといて、まずここにあるアイテムがあるよね。これを取るとキャラがゲットできるってことかな。あ、来ました。まずは1匹目。こうやってね、見つけていくゲームだね。見つけたフレンズはここでね、変身できるんだけど、今回めちゃくちゃ種類あるね。で、さっき手に入れたのがこれか。いや、普通のブルーだね。しっかりよだれ垂らしてて、かわいいな。あとここにもね、なんかいるよね。ムキムキのフレンズだ。え、なんだこれ。課金しないといけないのか。ムキムキ見たいから買うしかないね。あれなんかエラーが出るね。せっかく課金したのに、なぜか変身できないね。うわ、騙された。これムキムキ買ったのに変身できなかった。まあいいや、もう別のとこ行こう。よし。あ、ここにもサスケ見つけました。ブラックフレンズなのかな？ダークマジックフレンズだったね。見てください。これが闇の魔法使い。頭燃えてるね。これもまた恐ろしい見た目だな。今回ね、レインボーフレンズチャプター2で出てくるモンスターもいるらしいんだよね。あ、ここにもなんかある。見つけました。文蔵フレンズ。うわ、来たー。うさぎっぽいね。うわ、これはかわいい。近づけば近づくほど可愛く見てくな。よし、さらに恐ろしい可愛いフレンズ探しに行こう。このナイフはこれは関係ないね。そう、君顔色大丈夫？顔色がゾンビなんだけど。これレインボーフレンズに変身した方がいいよ。頑張って見つけてね。あ、消えちゃった。髪型がベーコンだったね。そうじゃ、この辺とかは、あ、あるね。来ました。これなんか忍者っぽい。サムライフレンズゲットしました。あ、なんか書かれてる感じで。悪魔。なぜ悪魔なんだ？サムライフレンズなのに。まあ、レインボーフレンズ自体がね、悪魔っぽいから、悪魔なのかな。でも歩き方が可愛いな。よっしゃ、あ、ここにもあるね。あれなんか YouTube のマーク。これ有名な YouTuber ってことかな。てかこれ種類が多すぎて、探すのが大変だね。あ、見つけた。テューシーフレンズだね。ハロー YouTube、テューシーです。テューシーヘアスタイルかっこいいね。さあ、ここにもあるよ。え、なにこれ。アモングアスのやられた感じだったね、今の。首なしフレンズ手に入れてしまいました。いや、怖い怖い。アモングアスのやられたパターンだ、これ。こんにちは。ねえねえ、友達になろう。首持ってないけどいいよね。友達になってくれるよね。まあ、なんだかんだ顔なしバージョンも、かわいいね。よーし、他にもね、この部屋、まあ、順番で見てこう。あ、見つけました。他この部屋はないね。ポイズンフレンズ。まあ、毒だね。毒属性のレインボーフレンズだ。毒垂れてるよ、口から。あ、ここにもあった。目玉だ。サイクロプスフレンズだね。目玉1個の、サイクロプロプスフレンズ。いやあ、こんにちは。さあ、あとじゃあこの辺は、あるね。どんどん見つかっていくね。ベンディーフレンズ。来ました。不気味な笑顔だね。じゃあこの部屋は全部見つけたと思うんだよね。さあじゃあ次は、こっち。あ、あるね、ここにも。手に入れました。海賊っぽい。海賊王に俺はなる。いや、元気ないな。ここにもなんかあるね。あれ、ベイビーフレンズ。変身できないぞ。おー、なんだなんだ、え、バグってるバグってる。なんだ今の。ちょっとラグがあったね。あ、でもベイビーフレンズになりました。あれ、ベイビーフレンズちょっと身長小さいのかな、ちっちゃいね。ベイビーです。逃げられたね。あとここにもあるよ。羊だ。アマンダに登場したあの羊だね。すごいモコモコしてるな。後ろにもなんかあるぞ。これ、お、あの、モンスターだ。ダークオレンジ。
ってみました。オレンジモンスターのダークバージョンだね。早い早い。あ、ここにもなかった。足早。うおー、すごい。手が、なんか手が浮いてたぞ。なにこれ、掴めんのかな。あ、かなかな。うおー、手が手、出てる出てる。おー、マミーロンクレックス出てきたね。あんなのもあるのか。あとさっき手に入れたのが、ネオンフレンズ。うわぁ、ちょっと青く光ってて、家に飾りたいな。あ、君と一緒に家に飾りたいな。すごい。あんなのもあるんだね。よし。で、さっきこの辺見てたから、次はこの部屋だね。この部屋にもなんか隠されたフレンズ、ありそうだな、当たった。よし、ゲット。デーモンフレンズ、手に入れました。ちょっと僕に似てないこれ。このフレンズ、一番タコバンドに似てるかもしんない。わ、いいね。口もでかくて。僕みたいだな。いや、でも僕はよだれ垂らしてないからね。よし、じゃあ先、進んでいきましょう。この辺のスイッチは何もなかったよね。あ、これは、拾ったやつだ。さあ、じゃあこの辺は、あるね。あれ、これ、イカゲームの招待状のやつだね。あ、手に入れた。やっぱイカゲームのキャラだ。これよりイカゲームは始めたいと思いません。そう、この隙間にもなんかあるね。ゴールデンフレンズは金ピカだね。売ったから高く売れそうだ。いや、でも絶対売らないよ、このフレンズは。さあ、あとこっちの方には。さあ、隅々までね、見ていかないとね、こういうの。わ、なんだこれ。ジョーカーっぽい。好きな食べ物は友達です。じゃあ、こっちのはしごね、登っていこうかな。あ、なんかあるね。おー、光り輝いてる。ゴッドフレンズ、手に入れてしまいました。とうとう、神のフレンズ手に入れちゃったね。いや、待って、なにこれ。ひよこみたいな。こんなのもいるんだね。あ、これもしかして、レインボーフレンズチャプター2に出てくるってやつかな。消えちゃったね。チャプター2のキャラもね、いろいろと追加されたらしいんだよね。そういえばでもチャプター2のキャラ、まだ一個も見つけてないかもしんない。あ、これは、サンズフレンズかな?すごい再現度だ。あれ?でもなんか横、何これ?顔と顔がめり込んでるみたいになってるね。よし、まあ、いや、こっち行こう。こっちまあ先続いてそうだね。一応これ取っとくか。これ何?あ、ヌーブくんだ。あれでもなんか拾えないぞ。よし、変身できた。ヌーブフレンズだね。いや、地味にこのデザイン好きかもしんない。いや、ヌーブくんってこの色合いがいいよね。ちょっとこっちの部屋も見ていきましょうか。これなんだ?なんか冠が落ちてるね。あれ?拾えないぞ。1分くらい取ろうとしてるんだけどね。いや、全然取れない。これ諦めるしかないか。あ、ここになんか落ちてる。これは?あ、これは拾えた。あ、でも表示が出ないね。来ました。このキャラはナルトフレンズだね。うわぁ、ついにナルトも来ちゃったか。うわぁ、技とかは繰り出せないね。ただただ可愛いフレンズだった。よし、この辺は?これ登れるのかな、上。なんかいるけど、キャラが。あ、いけたいけた。さて?いや、なんもないんかーい。これせっかく登ったのに、なんもなかった。え、なんか上にあるのかと思ったよ。ついに見つけたね、この化け物。ダークグリーン、手に入れてしまいました。黒いバージョンのグリーンだ。うおー、歩き方やっぱ恐ろしいなー。カメムシたくさん食ってそうだね、こいつ。透明のやつもいる。うおー、これも欲しいなー。そしてこの冠は?やっぱ拾えないね。あれ、なんでこれ拾えないんだろう。まあいいや、次行くか。で、こっち、シアターあるけど、シアター広そうだし、一つ一つ小部屋から見ていこう。お、ゲットしました。他にも、あ、ここにもあるね。二連チャンゲット。まず一匹目がドミノフレンズ。来たー、おー。あ、なんか被ってる帽子がサイコロになってるのかな?うわ、レインボーフレンズ。これコンプリートしたくなってきたなー。全部見つけるの大変そうだけどね。あ、チャプター2フレンズ。え、なにこれ?あ、変身できた。おー!
これチャプター2に出てくるレインボーフレンズってこと？もうこれ先に見ちゃったんだけど、こんなデザインになってんのかな。うわぁ、こんな触手が生えちゃったね。僕と仲間だね。じゃあシアターの方行きましょう。さあ、早速なんか、何これ、なんかミッキーっぽいぞ。ああ、僕の名前はモッキー。じゃあ先進んでいって、さあ、ここにあるね。あ、バナナ拾った。何これ、ミニオンフレンズ手に入れました。おお、目玉がすごい飛び出てるみたいになってるね。そう、じゃあ他に、あ、ここにもなんかあるね。よいしょー。うわ、アノニマスのマスクだね、これ。来ました、ハッカーフレンズ。0と1が飛び散ってる。全身ハッカーになっちゃった。1023、1023、1023。さあ、あとは、あ、これもアイテムなのかな。あ、来た、これ透明のやつだ。ゴーストフレンズ手に入れました。これさっきプレイヤーにいたよね。おお、こんなお化け出てきても怖くはないね。あ、ここにもあった。どんどん見つかるね。ディノフレンズ。いや、恐竜の帽子かぶっただけ。あ、ここにもなんかあるぞ。おお、なにこれ、これってもしかして。手に入れてしまいました、ハギーフレンズ。おお、ヘアスタイルがハギワギー。いや、みんな今日は集まってくれてありがとう、イエーイ。さあ、今日はね、いや、誰もいないな。お客さん誰もいなかった。じゃあ、さらにこの辺もね、見ていきましょう。よいしょ、見つけました。パープルフレンズ。ブルーの、ま、紫バージョンだね。で、ここにもなんかあるよ。あ、これグリーンだ。ついにこれもゲットしちゃったね。ま、さっきダークバージョン手に入れたけどね。これシンプルにこれグリーンバージョンだ。最近虫食べてないから虫食べたいな、特にダンゴムシ。じゃあ次は順番的にこっちかな。あ、あるね。あ、これ豚？いや、ピギーフレンズです。この見た目もいいね。うわー、こういうフレンズたち全員友達にしていきたいな。ここにもなんかあったよ。カップヘッドフレンズです。よーし、料理でもするか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いや、とんでもないノコギリ使ってんね、これ。じゃ、この部屋見終わったから、次。じゃ、こっち進んでよいしょ。これは何もないね。これは？これアイテムと見せかけて、ただの飾りか。さ、この辺もまだ見てないかな？いや、なんかありそうだね、こういうとこに。あ、これか？見つけた。え、何これ？ピッティーピンクっていう名前のやつだ。わー、え、これ初めて見るんだけど。これもしかしてチャプター2に出てくるのかな。うわ、楽しみになってきた、チャプター2。すごい、何これ、謎の能力出してるね。見た目がエイリアンっぽいけど、やっぱ可愛いな。あ、ここにもなんかあるね。あれ、これ変身できないぞ。また変身できないバグが起きてる。あ、変身できた。おお、来た来た。で、ここにもなんかあったんだよね。これ拾えないし。いや、なんだこの世界、バグり始めたぞ。なにー、ネット接続切れた。戻ってきやした。よっしゃ、やっていきましょう。で、これさっき見たんだけどね、どうやらね、今回これに変身できるようになってました。きたー、ムキムキだー。ムキムキフレンズ手に入れてしまいました。これさっきね、まあ、最初の方で課金したやつだね。これが課金の力。課金した人しかこの見た目にはなれないからね。後ろにいるよ、君の後ろにいるよ。踏みつぶしちゃった。うお、いいね、これ。ちょっとこれになってやっていくか。あれ、でかすぎて進めない。これドアの先行けないのか、でかすぎて。仕方ない、キャラリセットしよう。よっしゃ、とりあえずさっきの場所に戻ろうかな。あれ、これゲットしたっけ。あ、これまだ手に入れてないやつだ。しかもチャプター2のキャラじゃない。イエローフレンズ手に入れてしまいました。来たね、これ。うわー、ひよこの見た目してるね。なんか顔がクッキーみたいで美味しそうだな。
いやでも脳みそ詰まってなさそうだねこれ。すごい平べったいんだけど顔が。さあこれはゲットできるようになって、あ、ゲットできた。これさっきバグでねゲットできなかったやつなんだけど手に入れたね。ヴァンパイアフレンズ手に入れたね。血垂れてるよ口から。血好きそうだねこのヴァンパイアフレンズ。よっしゃ上登っていきましょう。こういうとこは、あ、これいけないようになってんのか。あ、これなんか星が落ちてる。え、なにこれ、顔二つだと、ツインフレンズ手に入れました。いやー、こんにちは。僕たち二人合わせ、ツインフレンズです。今日はピクニックしたい気分だなぁ。行くぞー。他にも何かキャラないか探しに行こう。あれ、こっち進めないなぁ。何これ、着なくなってんだけど。まあ、いや、別のとこ行こう。あれ、このドアの先は、あ、進めたね。あ、ここなんか見たことあるぞ。あ、こっちに繋がってきたんだね。ってことはこの部屋は見たから、この辺のアイテムはゲットしてるよね。じゃ、またシアターに戻って、じゃ、こっちの方の道もね、見ていこうかな。早速、ここになんかあるね。あれ？ゲットできない。なんかソニックのリングっぽいアイテムなんだけど、ゲットできないね。いや、こういう、表示されないバグとかもあるのかな。とりあえずこの辺は一通り見たから、ちょっとテレポートしようかな。じゃ、このパーティーっていう場所を見てみよう。さあ、来ました。あ、これ、最後に逃げるステージだ。あ、ここでも遊べるようになってんだね。向こうになんかありそうだけど、あれはいけないのかな？あ、ここになんかあるね。来たー！うわ、ピカチュウ！ピカフレンズ出れてしまいましたー。いや、ピカチュウのこの笑顔、ポケモンのアニメバージョンでも見てみたいな、このピカチュウのこの笑顔。いや、急にこんなのが出てきたらちょっと怖いな。じゃあこっちの下の方も見てこうかな。ここになんかあるね。コーンフレンズ手に入れました。いや、名前がコーンフレークみたいだな。うわ、でもこれもこれで可愛いね。さあ、あと細かくね、この隅々まで見てって。さあ、あ、これは、あ、これは何でもないのか。そう、アイテムと見せかけて違うっていうのもあるけどね。あ、なにこれ、メガネ。いや、みんなこんにちは、メガネです。今日はね、メガネについてお話しします。メガネはね、こうやってつけるとね、目が良くなるから、アフリカの人はつけなくても大丈夫です。さあ、こっちの方もなんか気になる部屋がありそうだね。まずはこの裏、あ、あるね。あ、今度はヒゲだ。いや、みんなちょびヒゲです。で、こっちのトイレっぽいね、ここ。あれ？いけないのか、これ。あ、この辺までは作り込まれてなかったね。え、じゃあなんだ、じゃあこれだけかな、もう。待って、向こうもちょっと気になる場所があるんだけどね。この上とかも行けるようになってんのかな？これ最後脱出する出口だよね。あ、いけない。じゃあ多分全部見たかな、この辺は。よし、とりあえず最初の場所に戻ってきました。こっちの辺もまだ見てないよね。ここになんかあるよ。一つ目ゲット。これは何でもないね。ピビーフレンズ手に入れました。エラーが起きてるね。このドアの先に進むと、おお、スーパーフレンズ手に入れました。またこれ僕の仲間だね。で、これエレベーターのこの下行けるんだけど、まずこっちから見ていこう。あ、これオレンジだ。ここにいたのか、オレンジフレンズ。来たー。いや、足早いやつだ。うおー、あ、ここにも、いや、めっちゃあるんだけど、この絵。なになに、おー、新キャラいろいろゲット。まずはこのピンクだね。うわー、一度でいいから、これに襲われてみたいね。いや、チャプター2早く来ないかな。あともう一匹がこれ。いや、これに結構ね、やりてたんだよね。レインボーフレンズやった時。この避け方がね、未だにわかんないんだよね。まあ、とにかくいなくなるのを待つしかないのかな。てか、これごと動けちゃうんだけど。よし、じゃあ他にも探していこう。さあ、これもじゃない？来たー！
カートゥーンキャットフレンズ。あれ？変身できないぞ。変身できた！カートゥーンキャットだ！うおー！いやー！しっかり歯磨いてる歯だね。よかったよかった。カートゥーンキャットもしっかり歯磨いてたんだね。いや、夢に出てきそうで怖いな。じゃあ先進んでいきましょう。この辺は？あ、これは、あ、ベーコン。ベーコンヘアが落ちてる。ベーコンのカツラだ。拾えないね。あ、拾った。おー、2連続で拾ったよ、なんか。まずはベーコンフレンズ。ベーコンを倒しまくってムキムキになるゲームに登場したあのベーコンだね。もう一匹がダークフレンズ。おー、こっちも燃えてるね、頭が。しかもよだれが赤いから血みたいになってるね。あと、ここにもなんかあった。え、なにこの色合い。すげえ。ギャラクシーフレンズ。宇宙ってことかな？宇宙の謎が、分かった気がする。じゃ、もうこの辺は何もないかな？さあ、じゃあこっち、あ、これ、あ、拾ったやつだ。あ、これ、ハギワギーだね。ってことは、ここに繋がったってことは、じゃあもう見たね、この辺は。じゃあ一旦ね、戻って、じゃあここのエレベーターの下の方もね、見ていきましょう。ここにはあるね。来たー、天使だ。エンジェルフレンズです。空は飛べません。さあ、こっちの方、おー、ハッカーがいた。いや、この組み合わせ、なんだかんだいいね。あ、ここになんかある。アモンガスだ。裏の方は何もなかったね。よし、あ、ここにもあるね。レッジフレンズってやりました。いや、ロバックスめちゃくちゃ持ってそうだな、こいつ。ここにもなんかあるよ。よし、ゲット。FNF フレンズ、似合った服装だね。よだれが垂れてて誰かにつけたくなってきた。さ、この先は何かあるかな？あ、ここになんかあるね。来たー！顔三つフレンズ。やあみんな、こんにちは。トムです。マイケルです。小林です。え、これ首どうなってんの？うわぁ、細い赤い糸で繋がってる。うわ、これもこれで、ちょっと一番好きなフレンズかもしんない。あ、ここにもなんかあるね。あ、二つ落ちる。まずは、一つ目。あれ？これなんでもないやつか。フレディフレンズだね。枕の隣に置きたい、こういうの。さあ、あとは、ここにもなんかあるね。そう。みんな、こんにちは。好きな食べ物は白アリです。じゃ、ちょっとこの辺も一通り見たからね。またテレポートで、ベッドルームに行ってみようかな。来ました。あ、これ。あの待機する場所だ。ここもあったのか。あれ、これ取れないね。じゃ、ちょっと他の場所も探していこう。これは？あるね。おお、グリーンだ。あれ、でもさっき、あ、これグリーン手に入れたやつだよね。他の種類もあったのかな。クラシックグリーンだね。クラシックバージョンもあったのか。うわ、なにこれ、でけえ。すごい、動きがリアルなんだけど。うわぁ、くねくねしてるね。そしてこの下にもなんかあるよ。拾えるかな、これ。拾えた。リアルオレンジだ。こっちもリアルに作り込まれてる。リアルバージョンがいろいろあるんだね、この辺には。うおぉ。やぁ、こんにちは。なんか懐いてるみたいになった。いいねねぇ。大丈夫。君の腕、食わないからね。おぉ、なんだ、急にどうした？おぉ、ブルーになったね。あ、これかな？あ、ブルーになれたね。いや、リアルすぎるでしょ、体が。すごい、ブヨブヨした感じになってる。いろんなキャラクター食ってそうだな。一番最初に戻ってきました。うわぁ、この2匹とも可愛いね。で、今回ね、まあ、結構いろんなキャラ見つけてきました。まだゲットしないキャラもね、たくさんあるんだけどね。まあ、今回手に入れたキャラで一番好きなのは、これかな。リアルグリーン。あれ、なになに？え、おかしくなってない？固まっちゃったんだけど。あ、動いた動いた。よーし、じゃあこうということで、一番好きなキャラはこれでした。このプレイヤーもクラシックグリーンになってくれたね。よし、仲間だ。ということで、今回は、レインボーフレンズのいろんなキャラクターを見つけていくゲームでした。
チャプター2が楽しみになってきたね。ということで、ロブロックシリーズ面白かったら高評価よろしくね。てか、この人大丈夫？さっきから気になってたんだけどね。何があったんだ？あ、くちょ、おー、立ち方。あれ、おー、消えたね。ということで、レインボーフレンズでした。じゃあね。